関西大学総合図書館は関西大学が設置している図書館。225万の蔵書と4万4000定期観光物を保有する関西大学最初の図書館。1914年2月大阪区裁判所の土蔵一棟を買収し、同年7月福島学者校門左脇に移築して図書館とした縦壺20壺ほどの小規模のものだった。 1928年4月、千里山学者に、鉄筋コンクリート作りによる、地下室付け3階建ての図書館を竣工。開館当初は、蔵書の充実のため、教授の欧米留学に際して、図書購入を命じていた。戦後は、千里山本館、専門図書館、天六文館、社会学部の開会図覧室の4つが利用されていたが、1982年には、 蔵書数が115万冊に達して、境愛を極めた。このため、千里山キャンパス第一グラウンド跡地に、鬼頭あずさの設計により、総合図書館が建設され、1985年4月に開館した。1988年には、建物のみならず、優れた機能を持つ、専門施設であるとして、日本図書館協会建築賞の優秀賞を受賞している。 友の造長国家である朝倉文夫の作品で1955年に日展に出品されていたものを大学当局が購入した。銅像のモデルが存在したかどうかは不明。千里山本館前に設置され、1956年9月24日に除幕式を行った。1965年に茂行館1号館東側へ、 1990年には総合図書館の玄関横に移され、現在に至っている。図書館は、千里山キャンパスの総合図書館を含め4つのキャンパスに図書館が設置されている。高槻キャンパス図書館、ミューズ図書館、堺キャンパス図書館である。関西大学が図書館総合協定を結んだ、大阪大学、大阪府立大学、大阪市立大学、 関西学院大学、同志社大学、立命館大学、早稲田大学、津田塾大学の大学及び図書館の専任教職員及び学生は利用が可能である。ありがとうございます。